やっていこうかな。まずはそしたら、ここやな。ワールドマップ。ワールドマップで。ここ。ああ、じゃあもうここ飛んでいくしかないわ。ここなら。はい。移動しましょう。レベリオ。お。リンガーリアムで団国の信奉者どもがあそこまでするなんて。最近のはい。お金、おお、なかなかいい感じの場所だね。で。ここは、あー、来た。アロハモーラ。オッケー。レベリオ。え、申し訳ないけど。もらってくぜ。アイテムをよ。お、コネクションか。どこだ？なんかさっきあったよね、アイテム。あったあったあった。はい、オッケー。こういう上にもあるんだろうけど。レベリオ。お、高木。メガネか。すまないね。それぐらいか？それぐらいだな。装備やな。これが？とうとう変わる時が来るのか。おお。だいぶ違うじゃん。ダメージが増加するのになぁ。まあ、なしやろ。おお。これだね。杖のあれは OK かな。防御力が高くなったね、だいぶ。よし。
いやレベリオン。うい。次YouTube でのチャンネル登録がね、今週だけで2人減っちゃったよ。悲しい。まあまあまあ、それ気にしてたらね、何もできないんだけどね。まあまあ、去る者は追わずって感じで、気にしてもどうしようもできんし。まあけどね、辛いね。241になったのかな。それが239になっちゃった。まあまあ仕方ないよね。なんか違うなってなったんだろうし、悲しい。まあけどそういうもんだよな。千人はな、長い道のりだぜ。けど今年に入って結構ね、ぐんと伸び、ぐん、まあまあ自分なりにぐんって伸びた気はしたんだけどね。まあ。うい。よいしょ。いいよ、ケイ。よし。レベリオ。敵がいすぎ。ここ。笑えない。あ。そこだね。何かある。誰が住んでたんだろう。はい。レベリオ。結界が。よいし。これは何？これはな、はい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 。嘘やろ。どこまであれした。あ、危ねえ。え、危ねえ。ここまで OK か。まあレベリオ。よし。お。レビオン。金が。レベリオ。取れないじゃないか。
あぶねえ。インセンディング。はい、オッケー。はい、お、タカボコじゃなかった。あれ、レベリオン。取れないんだけど。あぶね。終わった。これで完了だ。はい。なんかある？特にないか。アイドは古代魔術の痕跡がある。だいぶ近いぞ。楽しい。あ、ここだね。古代魔術の痕跡を。調べて。ローブ。面白そうだね。こっちか。
エクスペリアームス、レパール。で、これは？レパール。チェ。おぶね。おお、あ、いた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 。で、あ、いたね。あ、いたけど、あ、いたけどだ。レベリオ。雲か、嫌いだな雲。インセンディよし。おおおお、アクション、ウィンガーディアムレビオーサ。よし、調べるべきだな。はあ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 、オッケー、開いた。コンプリート。この上か？あった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 、やっぱり。どこ？上か？上じゃないな。ビンゴ。え、次？気をつけないと危ないかもしれない。おおほほほほ、ビンゴー。よし、オッケー。大したことなかった。オッケー、チャレンジ成功。うん、まあ秘密の部屋行くべきやな。そうそう、このドーブが、ああどうなるかだね。で、これが、
ちゃ防御力上がるっていうね。で、これを、はい、これにしてと。で、チャレンジ。即で、お!やったね。古代魔術。これをちょっと、あれだなぁ。これは受け取ってなかった。マーリーの試練とかもやんなきゃいけないんだよ。コレクション増えましたね。これはこんだけか。OK。よし。あとは、そしたら、帰るだけ。ちょっと。帰りましょう。風船が並んでいる。これは割るべきじゃないのか。おい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 、オッケー。レベリオ毒ホグワーツ。意外とやな。あれ?どこ行った?来た。オッケー。手袋か。レベリオ。お互い。僕だよ、ギャレスだよ。あ、ちょっとギャレス。ちょっとごめんね。今そういうところじゃないんだ。まあ、グリフィンドールの寮にもちょっと行かんにゃいけないっちゃ行かんにゃいけない。あともうちょっとだ。あともうちょっとやな。レベリオ。この鍵が一体どこにあるのでしょうかねっていう。ここじゃないな。
こ。おー、来た。開けれるー。はい、ここや。来た。レベリオ。ピーブズの新しい遊びだぞ。ただし火には気をつけろ。あ、やった。これほんと謎解けないんだけど、どうしたらいいの。ルーモス、階段か。あ、ここ取ったな。ここにはいないんか。戻ろう。いたー。はい、オッケー。別に特になし。行き過ぎた。こっちか。あ、そこだ。はい、ここか。おかえりなさい。課題は終わったの？先生、ご報告です。課題が全部終わりました。素晴らしい。よく鍛錬したわ、よく言われるけど知恵は金のスニッチよ。優れたシーカーであることを証明したわね。ではアレストモメンタムを練習しましょう。クィディッチの試合中、クワッフルが地面にゆっくりと落ちるよう作り出された呪文よ。正確に慎重に動かすのよ。はいはい、アレストモメンタム。あー、なるほど。よろしい。新しい呪文はたくさん練習することよ。できればここを出る前にね。はいよ。じゃあこっちかな。じゃあアレストモメンタム。そう、その調子。はい、先生には聞かないのかい。よくやったわね。アレストモメンタムの習得もすぐに行うよ。これでアレストモメンタムは習得できるけど、他は、オプション。他は、あ、秘密の部屋。秘密の部屋。秘密の部屋です。僕が来てるのは秘密の部屋です。オッケー。
お、上がるじゃん。投げてき。まあこっちやな。伝説の手袋でこれ。あ、これが、あ、鮮やかな量のマントね。まあそれもいいんだけど、こうかな。あ、ぶっちゃけこれでいいかな。ぶっちゃけね、ナイフも950だし。あー、 YouTube のチャンネル登録も950になってほしい。あと50人とかいたいもん。いてー、あと50人とかいてー。まあ呪文だな。うん、強え。22レベルですか。22レベル。うん、ダメージ与えられるのすごいな。強えよ。必要な部屋。闇の魔術。まあまだ使わないとこで、花発火。お、戦闘植物を手に入れ同時に使用する戦闘植物。あ、これとこれでしょ。マンドレークなんてさ、そうな。トロードの鼻毛とかさ、どういうことって感じ。まあ、魔法薬こっちに移動させて作ってもいいんだろうけど、ちょっとね。ああ、苗木を空にするとか。へえ。まあまあ、とりあえず